岡山でシェアハウスを楽しむ女性たち。話題はいつもイオンモール岡山で出会った女性を彩るアイテムばかり。今回のダイアリーに描かれた素敵なアイテムとは？お、ゆいちゃんお出かけですか？そうなんだけど、どんなメイクにしようか迷ってるんだよね。だったら中国メイクは？大人っぽい雰囲気になれる。大人っぽいメイク？中国コスメってどこに売ってるの？イオンモール岡山にあるコスメアートで売ってるよ。ちょっと気になる。ビューティーセレクトショップコスメアート、店内ではおよそ150種類のブランドを取り扱っています。定番商品は若い女性から支持を集めているティルティルのクッションファンデーション。また岡山限定セレクトブランドとしてアクセーヌとカバーマークもありますよ。中国コスメ買ってきたよ。お、見せて見せて。まずはマルチパレット。入れ物の蓋がレオパード柄なの、かわいいね。チークが1つ、アイシャドウが5つ、ハイライトが2色ついてるんだ。中国メイクをするのにこれがあると便利ですよって勧められたの。そしてじゃーん、中国メイクには欠かせないリップ。浮金ミラーリップグロスは水とオイルのダブル構造で潤いのある唇を表現。さらに密着度が高く、ラメ入りでキラツヤ感を生み出してくれるそうです。また長時間の保湿効果も期待できます。これからの秋メイクにぴったりのコスメですね。どんな感じなのか見せて見せて。いいよ。見て見て、ラメが入ってて鮮やか、潤ってるね。色も大人っぽくっていい感じ。中国メイクもありだね。うん、見て、めっちゃ可愛くない？可愛い。ファッションコーディネートに詳しい戸板女子短期大学の新井教授によると、浮金ミラーリップグロスには美しさを表現する3つの条件、統一感、複雑さ、バランスが揃っているそうです。魅惑的な中国の女性をイメージしながらコーディネートを楽しむことができるのではないでしょうか。春まちダイアリー、次回もお楽しみに。OHK ではイオンモール岡山の情報をインスタグラムで発信中。大晴れライフで検索してフォローしてくださいね。